アルピコプラザとは長野県松本市に所在するアルピコ交通運営の商業施設。同社が所有する松本バスターミナルビルから伊藤洋華堂松本及び有与松本が全面撤退した後に同施設に開業した。かつて松本バスターミナルビルには有与松本が入居していたが低収益店舗再編に伴い2017年9月10日をもって全面撤退した。 その跡地を経営コンサルティングの山木が10億円をかけて事業を進め、2018年春開業。山木は初年度の年賞は約60億円、年間で200万人の集客との目標を掲げている。開業後7ヶ月ほどをかけ、徐々に店舗を増やし、2018年9月15日にグランドオープンを迎えた。アリオ・松本の撤退後も七回レストラン街は、 継続営業していたほか、2017年12月22日には、松本バスターミナルが移転。同月28日には、同ビル3階及び4階へ入居が発表された、島村グループ4店舗の営業が開始された。翌2018年2月15日に、アルピコプラザとしての第1次営業が開始され、地下1階のデリシアを含め地下1階から2階に、いくつかの店舗が営業を開始。 その後もいくつかの店舗が入居し、5階のブックオフスーパーバザーを区切りとし、グランドオープンと相なったアルピコプラザの入り口。ありがとうございます。